はい、今日もあなたと役所天国、本日は6月25日、はい、ということでね、1本目の動画もまた例によってね勝手に切れてしまって、この今2本目をね撮ってるんですけど、これもだから上がるかどうか分かりませんどこまで撮れるのかね、1分2分で切れたらもうアップする必要はありませんので、残念ながらね申し訳ないですけど、ちょっとねあのカメラのことが解決しないと上げられないですね。残念ですがそういうことです。私もねそんな暇じゃないんでね、申し訳ないけどね、 YouTube 専業でやってればねすぐにカメラ手配してね、あるいは経費を使って買ってとかいろいろできると思うんですけど、私こうあの YouTube がメインの仕事ではございませんので申し訳ないんですけどもね、なのでちょいとねお時間を頂戴することになると思うんですけど、まあ正直もう あんまり考えたくないんですよカメラなんか何だっていいんですけど、どうせ録音ボタン押してこうやってベラベラ喋るだけで編集はないので、うちはねもうちょっとその楽な形でね私はやっていきたいので、申し訳ないですけどちょっとね見ていただいている人はねもうちょっとこうちゃんとやってくれよって思ってるかもしれないですけど、ごめんなさいね、これは私にとっては仕事ではありません、はいいいんですよ、チャンネル登録が何十万人か行けばそれで仕事になるんだったら、あじゃあまあこれじゃあ仕事のね YouTube を仕事としてやってみようかってね思うぐらい、それはチャンネル登録が私だって増えたらね、畑の広さを半分にして撮影用にやってみますかね。まあでも私はそういうのはね本末転倒だと思いますよね。撮影のためにYouTube のために畑やってんですかってね、何のためなのって、で作ったやつはどうするのって、だったら見てる人に全部タダで配ればいいじゃないですかね、はい、それもありだと思いますよ、経営的にいろんな形ね。皆さん見ていただいてありがとうございます、お野菜セット送りますので住所を送ってくださいってね、送料はこちらで持ちますって、そういう農業だってあったっていいと思いますよね、正直申し上げて、そのチャンネル登録が何万人も増えればね見入れはいいでしょうから、撮影用ってなったらこの畑の経費は全部それで農業に野菜作りにかかるものは全部 YouTube の経費として出せるんじゃないですかよく分かりませんけど、税務署が何て言ってるか知りませんけど、まあなんそういう意味ではね YouTube は何でもありだとは思うんですけど、何のために畑やってるのっていうのはね私は思うところですけどね、大事なところでしょ、あなたは何のために畑やってますか、何のために無農薬で野菜作ってますかね、私はとてもシンプルですよ、待ってくれてるお客様がいらっしゃるのでこうやって今日もね体ヘトヘトですけどね、体にムチ打ってこうやって出荷をしているわけですよね、当たり前ですよね、待ってくれてるお客さんがいらっしゃるからしんどい思いをしてでもねお客様にお届けするわけじゃないですか、そうじゃなかったらあんたね動画を見るだけの人だったら別にこんなに頑張って作らなくたらいいじゃないですかね、だからねあれでしょ、こう言ってはあれですけど、別に野菜作らない野菜を作っていない農業 YouTuber、 農産物を作らない農業 YouTuber っていうのがね、いっぱいいるわけでしょ、それは別にいいと思いますけど、でも俺は一つ思うんですね、じゃあ草刈り機を借りました、こういう農業資材を買いました、その経費はどこから出るんですか、はい、広告費から出るわけですよね、それってどう思います皆さん、山本さん俺じゃないか、俺じゃないか、撮影ちょっとねここまで。